森山文部科学大臣は2021年の衆議院選挙で旧統一教会の友好団体から推薦状を受け取り支援を受けていたとの朝日新聞の報道について当該団体に選挙支援を依頼した事実はないと否定しました森山文科大臣は今朝の衆議院予算委員会で過去の衆議院選挙で当該団体に選挙支援を依頼した事実はなく 事務所に活動報告があったことも確認できなかったと述べました。一方で、報道されているような写真があるなら推薦状を受け取ったと思うと述べた上で、選挙区の方から集会をするので来いと言われて伺ったと説明しました。また、旧統一協会については関係を絶っており、引き続き解散命令請求の対応等に取り組むと強調しました。